両南、綾やた、万能バイパスは、香川県高松市西山崎町から、中田戸郡万能町外伝に至る延長 21.7km の国道32号バイパスである。起点側の遠座バイパスから直接接続しており、高松市と中山地域を結ぶ大規模バイパスを形成している。一般に、両南港区、あやう港万能港の3つを合わせて、両南、 あやうた、万能バイパスと呼ばれている。この道路は中山地域と高松市間の交通を円滑化して地域間の連携強化を図るとともに、福音の狭い旧国道32号の沿道環境を改善することを目的としている。1972年度より事業着手し、2012年12月22日までに、 全線が完成4車線共用されており、信号交差点はあるが走りやすい。綾川町内沿線は、4モール綾川が開業するなど、沿線の開発が進んでいる。愛よ北交差点は立体交差になっているほか、東交差点は前後約700メートル、北高地西交差点は約900メートルにわたって、中央分離帯もしくは路肩が広く取られており、 将来実体交差の効果が、建設可能な用地が確保されている。小野交差点から一本目交差点までは、原動拡幅区間である。両南交区両南交区綾やうた交区あや交区、万能交区万能交区綾やうた交区高松南、バイパス遠座バイパス両南、綾や万能バイパス平日24時間交通量。ありがとうございます。